今日も楽しく皆さんと脳の活性化に取り組んでいきたいと思います。今日は、数字を言いながら手拍子をするという、あれをやりながらこれをやる、2つ以上のことを同時にする注意分割機能を刺激します。これは認知症予防に大変効果があると言われています。さあ、今日皆さんでやっていただくのは、数字でパン、手を叩きながら、まずは1から21まで数えてみます。1、2と数えながら手を叩きます。ではやってみましょう。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。これは簡単ですね。では今度は1から21まで数えながら、3の倍数で、手を叩きます。ちょっとやってみますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9。このように3の倍数だけ手を叩きます。よろしいでしょうか。では行きたいと思います。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21。できましたでしょうか。では今度は21から1まで数字を減らしていきます。21、20、19と減らしていきますが、3の倍数で手を叩きます。まず21が3の倍数ですので、21、最初からこう手を叩くことになります。ではやってみましょう。3、はい、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。さっきよりも少し難しくなりましたね。21から1まで数えるというだけでも難しいです。これに3の倍数で手を叩くという、あれをやりながらこれをやるという注意分割機能を刺激しています。さあ、どんどん脳が働いてきています。さあ、だんだん難しくなりますよ。さあ、では今度は1から21まで数えます。3の倍数でまた手を叩きます。ところが数字は言いません。ちょっとやってみますので見ててください。1、2、4、5。さあ、どうですか？難しそうでしょ？3の倍数では手は叩きますが声は出しません。では1から順番にやってみたいと思います。3、はい、1、2、4、5、7、8、10、11、13、14、16、17、19、20。できましたか？ね、思わず手を叩きたくなったり、反対に手を叩くのを忘れてしまったり、次の数字は何かなっていっぱい考えますね。これが脳の活性化につながります。では最後に21から1まで下がっていきたいと思います。これでさっきの通り、3の倍数に来ると手だけ叩いて声は出さないという一番難しいのに最後挑戦してみたいと思います。最初は21ですのでから始まりたいと思います。では行きましょう。3、はい。
20、19、17、16、14、13、11、10、8、7、5、4、2、1。さあ、できましたでしょうか。簡単っていう方はもっと早くやってみてください。ちょっと難しいなっていう方はゆっくりから始めてください。さあ、こんな風にあれをやりながらこれをやる、いろんなことを同時に頭の中で処理をするというのはとっても認知症予防の効果に良いというふうに言われています。ぜひ皆さんこれからも挑戦してみてください。お疲れ様でした。